阿賀野川橋梁は、新潟県新潟市秋白と阿賀野市の境界の阿賀野川に架かる東日本旅客鉄道右越本線の鉄道橋である。新越線の新越駅芝田駅間の建設工事に伴って1912年に完成した。新越駅京河西駅間の阿賀野川に架かる全長129 12メートルの橋梁である。佳橋当時では、 全国最長の長さを誇っていた8月現在では、第10位。建設当初は、ニーツ法がシューエドラートラス4連の橋梁であった。1961年8月29日に、ニーツ駅京化正機関において、下り旅客列車が踏切で衝突したトレーラーと共に、本橋梁に激突し、その衝撃でシューエドラートラス4連のうち、ニーツ型1連が破損し落橋した。 蒸気機関車 c 5 7七0 6と客車2両が脱線し、蒸気機関車は阿賀野川に転落したいは、蒸気機関車乗務員2人が死亡、乗務員、乗客12人が負傷する大事故であった。同年9月19日に本橋梁が仮復旧するまで、上越本線が普通となっている。1962年9月16日に、前年に、 事故で落橋した部分の仮設下駄を新たにトラス一連に掛け替え、本橋梁が本復旧した。1963年には残ったシュエドラートラス三連が撤去され、常磐線急上り線の利根川橋梁からトラス三連が移設されて掛け替えられた。さらに1970年10月5日から30日には10連の単線上路式、 プレートガーダーを掛け替えている。初代の橋梁は、単線した自式極限プラットトラス4連、単線上路式プレートガーダー65連の形式であり、トラスはアメリカンブリッジ製である。二代目の橋梁は、単線した自式極限プラットトラス4連、単線上路式プレートガーダー65連の形式であるが、 1951年に、ニーツホーのプレートガーダー10連が掛け替えられた。3代目の橋梁は、単線下地、式ワーレントラス1連単線下地式極限、プラットトラス3連、単線上路式プレートガーダー65連の形式であり、ワーレントラス1連は、東京鉄骨橋梁製作所制である。4代目の橋梁は、単線下地、 式はアレントラス1連単線下樹式極限、プラットトラス3連単線上路式プレートガーダー r ー65連の形式であり、プラットトラス3連は1922年製造の東京石川島造船所製である。ありがとうございます。